仕事をする上で大事なのは給料の高さ、職場環境、人間関係、両方ともトレードオフの関係にあるので、どっちも大事ってことなんじゃないですかね。この職場環境でこのお金だったら満足できるとか、そうじゃないですか。職場環境完璧、給料スズメの涙であんま満足する人はいないと思うので、で給料バカほど高い、でも職場環境激悪でもやっぱ辞める人は辞めるじゃないですか。どこまでそれぞれ妥協できるかってことだと思います。でも給料の高さの方がどっちかというと重要かなと思いますね。残念ながら往々にして給料高いところの職場環境って良かったりするので、まず給料っていうのを重要視してみてください。お金のへの執着を減らすにはどうしたらいいでしょうか。これはなかなか難しいんですけど、お金のない生活を続けるとお金ってやっぱ執着しなくなりましたね。でも周りに行くとお金がなかったからこそお金に執着しちゃうらしいんですけど、僕はもうそれでなくなりましたね。お金なくても幸せだったっていうのはやっぱどうしても大きいのかもしれません。コメント返しシリーズをよく拝見していて思うのですが、カズレーザーさんのいい意味で適当な考え方はどのようにして身についたものですか。先天的なのか後天的なのか詳しく知りたいです。適当に答えてるのはこのコメント返しだけです。普段面と向かって相談されたらちゃんと答えてます。コメントなんで適当に返してるだけですよ。大事な人の相談にはちゃんと答えてます。はい、僕にとって知らない他人だから適当に答えてるだけです。クラスに話す相手がほぼいません。孤独を紛らわす方法はありますか。話しかけたらいいと思います。孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね。話してる間って事務的な話、例えば引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなか繋がらないんですよ。で今繋がりにくくなってるのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけど、あれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよね。イライラはしますけど、もう機械的なものですら誰かと会話的なことをしてるだけで孤独ではなくなるので、話す相手がいないのが問題なんです。話しかけてみてください。意外と話してくれるんで。ほぼいないってことは意外といるんですもんね。全く話せないわけじゃないですもんね、この方が。多分話しかけてみたらなんとかなります。一人暮らしなんですが、どうやら下の階に音が筒抜けなようで冷やかしや嫌がらせをされてしまいます。引っ越してきたばかりで解約金がかかってしまうので対策をしたいんですが、何か良い方法はありますか。音を立てないように細心の注意と防音マットも敷いています。あ、でもそれでも筒抜けなんだ。そんなに下の階に音が響くことある。歩くとき別にドタドタ歩いてるわけじゃないんでしょ。まあ、下の階がそういうのめちゃくちゃ気にするタイプのやべえやつって可能性はあるけど、やべえやつなんだったらそのどんだけ金がかかっても引っ越した方がいいです。やばいやつが一人いるともう人生マジで困るので絶対引っ越した方がいいです。借金してでも解約した方がいいです。引っ越す前にそういったことに気づける方法などご存知でしたらお伺いしたいです。内見行った時にドタドタ歩いてみたらいいんじゃないですかね。個性という言葉は大事にする必要があると思いますか。まあ日本語は大事にしてほしいですけども、大事にする必要、それなりに大事なんじゃないですかね。でも一番大事な言葉ではないかな。もっと、合法とかの方が全然大事な言葉ではありますね。まあ、社会で生きる上ではトップクラスに大事な言葉はそっちかな。それよりは圧倒的に下ですね、個性。そんなに気にしなくてもいいと思います。数年前主人が電車の中でカズレーザーさんを見かけたそうです。いつもの真っ赤なスタイルで大変目立っていたのに誰も声をかけないシュールで異様な光景だったようです。そんなに目立つのに電車に乗ることは多いのでしょうか。やはり声をかけたら迷惑でしょうか。別に迷惑でも何でもないです。でも別にそんなに愛想よくもないですよ。知らない人に声かけられたらみんな知らない人だと思うじゃないですか。僕も思うんですよ、そういうふうに。こっちは知らない人として扱うので、はい、だからそんなに愛想は多分よく見えないと思います。最近できた友人のどんくささにイラついてしまいます。自分もかなりどんくさい方なのですが、自分と同じようにどんくさい人と行動して初めてどんくさい人にイライラする気持ちを知りました。何回どんくさい使うの。今まで周りにいた人にこんな気持ちにさせていたのかとかなり落ち込み、そういえばあの時もこの時もと自分の過去のどんくさいエピソードを思い出してはさらに落ち込む日々です。その友人のことは好きですし、本人は悪くないのは分かっているのですが、自分を見ているようだからモヤモヤしてしまいます。どんくさい人に対して何か思うことはありますか。どんくさいとそんな思わないです。あ、でも自分がどんくさいから思うんだ。同族嫌悪みたいな感情になるんですかね。どんくさいのでイライラ
するのか。どうなんだろう、迷惑レベルまでのどんくささなんですかね。ただちょっとテンポが合わないとかのんびりしてるとかで、でも結果に大した影響がないんだったら勝手にイライラしてるだけなんじゃねえのとは思いますけどね。どんくさい人たちは僕は本当に何とも思わないです。でもなんかせっかちな部分もあるんです。なるべくせっかちな人と付き合うようにしてます。友人のことは好きですしっていう、なんか本当にお互いごかしかのように一応好きって言ってるけど嫌いなんじゃないのかなと思っちゃうよね、これ文章だけ読むと。まあ、しばらく1年ぐらい付き合ってみてまだイライラするぐらいだったらその人の交際をちょっと減らすのがいいんじゃないですか。最近どんな本読まれましたか。最近なんだ、ジョン・フォン・ノイマンっていうあのマンハッタン計画に参加していた、悪魔の頭脳とか火星人とか呼ばれてたすっごい頭いい人 の評論評伝みたいなの読みましたね。ついさっき読みましたね。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです、どうしたらいいでしょうか。解約しなさい若い子に嫉妬してしまいます。若い子や次の世代に自分の立場や人間関係を取られてしまうのではないかと恐れ嫉妬してしまいます。ああ、なるほど。ああ、はいはいはい。まあでもあなたもね若い時に老いた人の立場を奪ってきたんだからそれはしょうがないんですけども、ああでも同世代の芸人とかの話聞いてるとやっぱりね第7世代に嫉妬してるっていう人は多いと思いますね。でもその人もね上の世代から嫉妬されてるだろうし、逆に上の世代を嫉妬することもあるし、嫉妬するのはしょうがないんじゃないですか。自分より優れてる人が世の中にいるってことですからね。絶対人間は絶対にその時代遅れになるわけじゃないですか。そこは受け入れるしかないんじゃないですかね。ずっと一線を走ってるのは無理だと思いますし、一線走ってる人も走ってるふりをしてるか若い人の目をうまく積んでるだけだと思うので、そんなにそうこればっかりはしょうがないです。やっぱ老兵は死なずただ消え去るのみなんてね場所の人も言ってましたし、これはもう受け入れるしかないですね。もしくは不老不死を目指すしかないです。担当業務の中で苦手な仕事があります。何回こなしてもうまくいかず終わっても達成感がありません。苦手な仕事をどのように乗り切っていますか。乗り切れるんだったらもう時間をかければいいんじゃないかなと思います。頭使わない仕事するのが僕は苦手なことが多いですね、ルーティンワークの方が。でもそれってもう腹さえ食って無心になれば、まあ時間くれば終わるじゃないですか。そこは我慢できるんですけど、頭使う上に苦手な仕事もたまにあったりするんですけど、それはもう向いてないんでやめますね。この春から大学生になりましたが、国公立が不合格で地元のいわゆるエフランと呼ばれるような大学に行きました。ですがやはりエフラン大学はレベルが低い、人間の質が悪くて授業内容も中学レベルです。私は地元の進学校に行っていたので少し物足りなさを感じます。私は警察官になりたいのですが、早くこの学校を出たいので高卒枠で受けるのはあれだと思いますか。いや、なんで浪人したらお金の都合で浪人できなかったのか。でも入学する金あったんだったら浪人した方がいいし、今すぐやめた方がいいんじゃないですか、ね、人間の質が悪くって言い切れるぐらい嫌なんだったらやめた方がいいと思います。で進学校になったらそれは国公立に受け直すのがいいんじゃないですかね。はじめまして、カズレーザーが以前、もうすごい呼び捨てで書いてくれてありがとうございますカズレーザーが以前スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルって成績を伸ばしているということを話されていて、今まで自分が辞めたり周りに迷惑をかけるんじゃないかと思っていましたが、自分がさらに働きやすい環境に行くために転職活動をしています。最終面接まで一社進んでいるんですが、最終面接のカズレーザーさんなりの攻略法というか考え方がありましたら教えていただきたいです。そんなに少人数の募集なのかな。あ、まあそっか、中途採用はね、それもあるか、新卒じゃなければね。いやもうでも最終まで行ってんだったらもう攻略法とかないですよ。一体多数自分より多い目があることがね大半なんで、そこは作ったもので切り抜けられるもんじゃないです。ね、これね、ジョブズいなくなってもアップルって成績伸ばしてるっていうのがなんかいろんなところで転載されたりしてるんですけど、これはあの場で言ったことであって全員に向かって俺喋ってないです。基本的に言葉は全員に向けて喋ってないです。まあ都合よく解釈してくれれば一番いいんですけど、あなたに対して言ってないのに全然俺に当てはまんねえじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、ちょっともうちょっと落ち着いてきてください。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルっていいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。
ウィンウィンな関係になれるといいとよく言いますが、新入社員でも上司や取引先に与えられるウィンって何でしょう？営業成績だと思います。業績じゃないかな。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて、家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中である、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。ああ、まあ一人暮らしは別にしたら、結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの人友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言ってそれをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったら、それは多分辛いんじゃないですかねこの人は。気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、あ、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。自己肯定感が強い方が苦手です。スルーの上手なやり方を知りたいです。自己肯定感ってマジ最強なんですよね、持ってる人って。どうなろうがもう OK だから、だから身につけちゃった方がいいと思いますよ。まあ自己肯定感持ってる人大概成長しないんで、まあ周りにはね応援して迷惑かけるんですけど、自己肯定感持ちつつ成長できる人って本当に、まあ成功者って、ね、多いんですけど、まあ、珍しいケースなんで、状況に応じて、あ、失敗したな、だから改善しようっていうのが本当は自然なんですよね。自己肯定感持ってる人は本当に麻薬やってるのと同じような状況なんで、まあ、苦手なの分かるんですけど、スルーというか、まあ幸せそうだなって思って見るのがいいと思いますね。少なくとも迷惑をかけてるんじゃないような気がしますね、この文面から察するに。誰にも迷惑かけずに合法的にラリってる人だと思って遠くから見守ってあげてください。カウンセラー系の資格を取得したいのですが、勉強すればするほど自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼす可能性があることに怖くなってしまいました。カウンセラーに向いてないでしょうか。カウンセラーってのは本当素晴らしい職業だと思うんですけど、カウンセラーで儲けてる人の、一部には自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼすっていうのを悪用とまではいかないですけど、まあ、自分に都合よく使ってる人も多いです。だからでもそれを嫌だっていうんだったらちょっと向いてないかもしれないですね。ただそうね、めちゃくちゃ稼いでるカウンセラーの人ってどっかでドライなとこありますもんね。全部相手のクライアントの悩みを聞いてるわけにはいかないですもんね。自分がぶっ壊れちゃうから、どっからそれは気に張らせる人の方が向いてるんじゃないかなと思います。でも本当にね、人の心の悩みとかを助けてくれるカウンセラーになってくれる人がいなくなると困るので、またとりあえずは目指してください。気分を上げる方法を教えてください。鼻歌何曲ぐらい歌えますかね。鼻歌で歌える曲って多分自分にすごいフィットしてると思うんですよ。なんとなく覚えてるから、で別に大声出さなくてもなんとなく気分が上がるものなんですよ。そういう曲だけ聴き続けるのがいいと思います。別に 2,3 曲でいいと思います。もう今すでに自分にフィットしてる曲を一生聴き続けた方が多分幸せだと思う。大大2年生です。芸人になりたいです。いやもったいない。いやぜひ卒業までとは言わず、本当にそれはもう日本の国防のために頑張っていただきたい。ただ国防よりも芸人というのが魅力的に映ったのならそれは止める理由はないんですけども、芸人は何歳からでもなれるので全然今はなる必要はないと思います。なんなら遅くから始めた方がね楽しかったりするので。自分が作った作品をより多くの人に見てもらう方法として何が一番効率的だと思いますか。作品っていうのはどういうものなんですかね。絵画とか彫刻とかなのか、それとも動画コンテンツだったりするのか、 NFT アートなのか、ちょっと分かんないんでこれっていうのはないな。でもシンプル知名度上げるのは楽だとは思うんですよ。知名度ってどんな形でもいいから、それが悪どい方法だったり炎上商法であったりしても人の目に触れる機会が増えると思います。多くの人に見てもらって評価してもらうってなると、別に知名度上げても評価ってそんな変わらなかったりするので、もちろんね裾野が広がれば高評価してくれる人の人数は増えるんですけど、本質的なものの作品の価値ってのは変わんないんじゃないかな。どういうことなんだろう。目的が分かんないな。ちょっとこれだけだと何とも言えないですね。すいません。社会人3年目のものです。現在目標という目標がなく路頭に迷ってます。どのように目標を定めればいいですか。
路頭には迷ってたら困りますね。目標どころじゃないと思います。この多分言葉の使い方間違ってると思います、はい、人生の、ね、目標がないとかの迷い方なんですけど、路頭に迷うっていうのはもう家も何もないっていうことなので、はい、ちょっとこの方心配ですね。一度国語辞書を引いてください。目標は別に何でもいいと思いますよ。ダイエットとかでもいいんじゃないですか。クリアしやすい目標何でもいいでも言ってください。でっかい目標なくても人間そんなに、むしろちっちゃくてもクリアできる目標の方がね、そういう目標を作ることになれた方が人生幸せになると思います。志望校の合格基準点に届いたり届かなかったりを繰り返しているのですが諦めた方がいいですか。いや諦める必要ないんじゃないですか。諦めるってことは受験をやめるってことですもんね。受験はした方がいいと思います。たまたま受かることは全然あり得るので。もちろんね、一本その1校しか受けないってわけじゃないですもんね。他も多分受けると思うので、いやたまたま受かる可能性の方が高いので全然受けた方がいいですね。ただ落ちてもそんなへこまなくてもいいと思います。偏差値が1とか2とか3、4、5違うぐらいの差なんて大した差じゃないので。だからこの人が東大受けるなら全然違います。東大は絶対行った方がいいんですけど、そうじゃないならどこ行ってもそんな変わんないと思うんで気にしなくていいんじゃないかな。別のとこでも同じようなことは学べますし。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。もうすぐ資格試験なのですが、大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます。本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうか。いや本番に強くなる方法はないんですよ。強い弱いじゃなくてできるできないの話なんで、特に勉強って別にその日のモチベーションとかで点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで、夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意して、いつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて、トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めて、その瞬間模擬試験とか受けて、それでも合格点が取れるようにとか、圧倒的に不利な状況を何回か経験しておいた方がいいと思いますね。まあ模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか。手元に多分そういう資料があると思うんですよ。それ経験しておくと、あそれでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから可能性としては受かる確率の方が高いだろうって、なんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ。弱気とか強気とか、逆に強気になる理由を探すのは一番良くないことなんで、弱気でいた方がいいと思います。モチベーションだけでね、本番に強気になる方法を見つけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思います。おこがましいですが、人からすごいとか羨ましがられるとか尊敬されないと自分の人生って価値がないなと思ってしまいます。立派な仕事をしているわけでもなく独身で、この先生きてて肩身狭く感じそうです。私の考え方って生きづらいですか。私の考え方って生きづらいですかっていうのは私に聞かれても困ります、はい、あなたが生きづらいって思ってるってことなんですよね。この文面から察するに、いやそれはもう頑張って、じゃあその欲求を満たすものになるしかないと思います。やると決意したことができません。ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になり、さらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか。さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか。それもできないですか。三日坊主って本当によくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップに行けるじゃないですか。3日続けてみませんか。私も毎年1月1日から100日間筋トレを頑張るって決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ。しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると、次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を1回味わってください。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをされた時に引いてしまい何も言えないことが多々あります。特に職場ではそう言われると困ります。何々だから何々だと思いますがなどと言えるようになりたいです。なぜかはわからないのですが稀に言える時もあります。言えないままでいると相手が調子に乗るのが多いので言えるようにしたいです。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをする人っていうのは話が通じない人なんで、そういう人にこういう口答えはしない方がいいと思います。どうにもなんない人はいますからね。言えないままで調子に乗るのが多いので言えるようになりたい。いやもう高圧的な人ってのはもう調子に乗りたい人なんで、正論で注意しても多分聞かないんですよ。でそういう人が排除されない会社の構造になってるんでしょうから、
いや、口答えしない方がいいと思いますね。周りの人に私の悪口を言うのに誕生日にお祝いのメッセージを送ってくる元彼って何を考えてるんでしょうか。またチャンスがあったら軽くやりたいなって思ってるだけだと思いますよ。45歳、家族子供との生活は楽しく、社会的地位も確立しましたが、女である部分が満たされず、魅力ある女性となるよう精進したいと思っております。カズレーザーさんから見て魅力あるアラフィフ女性とはどんな方でしょうか。参考までに教えてください。魅力あるっていうのはどういう面の魅力なんでしょうか。その女性性的なことなのか、社会的地位を確立してるっていう意味では社会的な魅力はもう十分あるんじゃないでしょうか。でも魅力ある人になりたいって振る舞ってる人って基本的に魅力がないです。なんか鼻につきます。魅力出そうとしてる人ほどさもしいものってないので、あまりこういう質問はしない方が魅力的に映ると思います。こんにちは、私には付き合って5年になる彼氏がいます。これからについて、彼氏さんは50歳でこの方が32歳。これからについて話し合った中で、彼から両親に今後もしものことがあったら協力してほしいので実家の近くに2人で住みたいと言われました。私は一つ手伝ってしまったら後々いろいろやることになりそうですし、自分の時間が減ったり疲れもたまるので嫌なので絶対手伝いたくありません。こんな私は心が狭いのでしょうか。いや、そら急にそう言われたら面倒くさいって思うでしょ。絶対手伝いたくはない。だからそれを天秤にかけるしかないんじゃない。この彼氏と今後継続して付き合う、結婚するってなったらもうそれは確保しなきゃいけない。それを彼氏側が折れてくれないんだったら別れるしかないんじゃないですかね。春から大学生になったので何か始めたいと思っています。大学生の時にやっておいてよかったなと思うことを教えていただきたいです。もっともっとチャラい遊びしとけばよかったなとは思いますね。チャラい遊びはもうどうせそれこそ先ほどの年齢の話じゃないですけど、年ともに本当にしんどくなるのと、お金はね、もっとねチャラい遊びやりやすくはなるんですけど、お金がない中でやるチャラい遊びが一番楽しいっていう説をよく聞くので、ハメ外しとくのがいいんじゃないかなと思います。それは男女問わずに。子供の時から年を取ることが嫌で、死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか考えても未だに解決策は見つかりません、僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。最近涙もろく、今日は数学が解けなくて悔しくて泣いてしまいました。対処を教えてください。数学が解けなくて悔しいってことは数学そんな得意じゃねえんじゃないかな。数学すげえ強かった学生時代の友人とかって別に解けなくてもなんか楽しそうだったので、多分今そんな楽しく数学やってないと思うんで、それは歯食いしばって必要な点数、多分まあ数学っていう書き方してるんで実利的なものじゃない、多分社会人じゃないと思うんで、社会人だったらもっと細かいじゃんので解けなくて悩むと思うので、受験とか学生さんじゃないかなと思うので、必要な点数になるまでは頑張って解いてください。国語の勉強の仕方、答文現代文、語彙の増やし方、集中力のつけ方、記憶力を高める方法を教えてください。わあ、俺も記憶力高めたいですね。国語の勉強、原文に関してはちょっと勉強法ってのはほぼないんで、問題を解きまくって方向性とか問題の意図をつかみまくるしかないと思うんですけど、古文っていうのは古文をたくさん読むしかないです、ね、そうすると当時の流行りとか物語の方向性とか変な話癖みたいなのが分かってくるので、あ、この時代の平安時代の文章ってこういう風に進みがちだよねとか分かってくると簡単に答えられますね。平安時代の人が普通に読めた文章なので、読めりゃ答えられるわけなんで、読めるかどうかだけです。たくさん読むしかないですね。あ、じゃあツイッターの方にも。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったりいろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか。文章つながってる。大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと。同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、
別にそこは大人とは関係ないと思います。職場の7歳年下の女の子が最近明らかに私に対して横柄な態度で嫌いオーラ全開です。私は一応その子の部長なので仕事やりにくくならないためにどんなにクソで偉そうにされても当たり障りなく接してます。仕事もろくにできないくせに横柄な態度はとてもうざいのですが、どうすればもっと態度が改善されますか。直接言うと喧嘩になりそうです。直接言わずに、その人を解雇した方がいいと思います。解雇するように仕向けてください。それが上司のマネジメントです。20歳です。人が怖くて働くことが苦手です。フードコートや学校での集団行事、バイトなど人がたくさんいるところでは怖くて相手に目を合わせられず手が震えてしまいます。今後30代40代50代となって働かず親の金だけで生活していくのはとても惨めで自分を許せません。どうすれば生きていけますか。家で一人でお金を稼ぐ方法を頑張ってください。集団行動しなくてもお金を稼ぐことはいくらでもできます。本当に苦手なんだしょうがないですけど、でも克服できないレベルなんだったらまあそれしかないと思いますね。自分のやってしまったことや言ってしまったことで今でも後悔したり思い出すと自分が嫌になるようなことはありますか。あんまないですね。8年ほど前に友達に冗談で言ってしまった失言をふっと最近思い出してずっと頭から離れません。ずっと暗い気持ちのままで心にしこりがある感じがしてしまいます。8年前に言ったことで友達が本当に怒ってたら多分あなたともうそんなに付き合いたくないと思うはずなんですよ。今でも接点があるとしたらめっちゃ向こうが我慢してるけどあなたと付き合うことによって何らかのメリットがあるから付き合ってる。だとしたら、私は人を傷つけても付き合ってくれるぐらいメリットがある人間なんだと誇りに思ってもいいんじゃないでしょうか。そうじゃないとしたら何とも思ってないんじゃないかなと思います。だから忘れるのは難しいと思うんですけど気にしないでください。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越す他に解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか。そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何、洗濯してねえじゃない、逆にくせえもん干してんじゃない。引っ越す他に解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないと方がいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか。俺絶対開けたくないんですけど、窓開けない生活楽しむ方がいいんじゃないですかね。現在中3です。今通ってる中学校や先生方が大好きすぎて卒業するなんて考えられません。今でも卒業するって考えたら泣きそうになります。どうすれば気持ちを割り切ることができるでしょうか。今中学3年生ってことで人生で今までどれだけの人と接してきたかちょっと分かんないんですけど、今後同じペースで生きていったら中学3年生だから15歳、15年間よりもはるかに多くの人と接することができます。その人たちを同じぐらい好きになる可能性もいっぱいあるので、新しく、ね、好きになったり仲良くなる人がいるかもしれないってことにもっとワクワクしてください。で、なんか本当にその人たちが好きなんだったら、学校の中にいるから好きってわけじゃないでしょう。その人たちの人間性とか、人間が好きなんだから別にどこで会おうが生き楽しくできるはずなので、卒業してから会えばいいと思います。春から一人暮らしも始めたのですが部屋の掃除が苦手です。こめに片付けなきゃいけないことは分かってるけど働けないです。面倒だなってことに取り組むことのモチベーションどうしてますか。面倒なことはしないです。掃除なんかしなくたって死にはしないんだから、お部屋になるまでなんかもう汚ねゴミ屋敷になるまではしなくてもいいんじゃないかなと思います。もうゴミ屋敷になる前に引っ越す、それでいいんじゃないでしょうか。いつも赤い服を着ていらっしゃいますが好きなデザイン、気に入らないデザインなどあるでしょうか。赤も濃淡ありますがどんな赤色が好きですか。またどこまでの赤の部類に入りますか。いや別に何でもいいですね。こだわりはマジでないです。話したいことがあっても勇気が出ないときどうしたらいいと思いますか。勇気であり何なりっていうブレーキが働いちゃうってことはそこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというのはやっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。
根も葉もない噂を立てる女性がいるのですが、とんでもねえな、根も葉もない噂を立てる女性がいるのですが、でその人を無視すればあの子は性格悪いって言われるし、仲良くすれば悪口言われる。仲良くしても悪口言われるんかい。じゃあいいだろう、もう仲良くすんなよ。一緒にいるとしんどいから距離を置くと逆にずっとその人のことを考えてしまいます。一緒にいても離れてもどっちも苦しいです。身内です。自分の中の心の折り合いがどこにあるか分かりません。その人のことを考えたくないってことなんですかね。別のことを考えてたらいいってことなんですかね。まあ身内だから離れられないとかってことなのかな。身内、その人が迷惑を受けてんのかな。金を無心されるとかなんか分かんないけど、その人が社会的にあんまり一緒にいると自分の不利になるってあなたが思ってるとかどうなのか、ちょっと細かいことが書いてないんで分かんないんですけど、単純に心の中の折り合いをつけるってだけでいいんだったら別のことに集中すればいいと思うんで、今から全財産預金とか全部下ろしてきて現金にして、できれば、ね、かさばる千円札とかがいいんですけど、かさばるようにして毎日持ち運んでるとお金のことが心配になって他のことを考える余裕がなくなるんで、集中できていいと思いますよ。なんか一個のことだけね集中してると結構それはそれで幸せだったりするんで。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか。なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。いや俺もうこれ俺が知りたいぐらいです。俺もう本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので。受験を控えているのですが、なかなか SNS を控えようと心がけてもついいじってしまいます。何をすればけじめをつけられると思いますか。解約してください。学校のテストとかで1位になろうとして努力したのですが、上位にも入ることができませんでした。うわ、ご愁傷さんです。次のテストへのいい切り替え方があれば教えてください。パソコンを閉じて今すぐ勉強することがテストで結果を出す一番いい方法です。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンとくっちゃねくっちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんでだらだらしたいですけどね。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで、結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別にそんな決めなくてもいいと思いますよ。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか。課題解いてんのストレスか。楽しそうだけどな。いやまあそれはね、人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはねやっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。あとポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。受験勉強は独学でしたか。独学って何なんですかね。塾は行ってま、予備校は行ってました。でも予備校行っててもあんまちゃんとやってなかったかな。独学に近いかもしれないですね。予備校も出席するけど途中で内職がしてたし、あれ何の意味もなかったですね。何やってたんだろう。でも結局もう受験前になるともうここをやるしかないってのが見えてないと、多分予備校に行こうがいい人に教わろうが多分落ちると思うんですよ。ベタにやっぱ参考書1個丸暗記とかしてましたね。ページ数ぐらいまでなんかファッて頭に出るぐらいまで暗記してましたね。30歳女性、彼氏なしです。どうしたら結婚できるでしょうか。彼氏を作るのがまあいいと思いますけども、結婚したいだけだったらいくらでも結婚相談所行ったら男性もいっぱいいるので、いくらでも結婚はできると思います。カズレーザーさんは浮気についてどう思いますか。なぜ浮気はされた方が辛いのでしょうか。
されてるからじゃないですか。いや浮気は嫌なもんなんですね、多分この人にとって。だからされて辛いんじゃないですか。浮気した方が辛いことはないでしょ。浮気する相手は浮気することでメリットがあるからするわけだから。何を聞かれてるかちょっと分かんねえな。嫌いな人は自分と似てるから嫌いになると言いますが、そう思いますか。いや、自分と似てない人の方が嫌いになりますね。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんも、レーザーさんですね、レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか。レーザーさん、レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜くんだけなんですけども、聖夜くんなのかなこれ、レーザーさん。あの僕別に収集癖ないです。あのまあ衝動買いとかするんですけど、あの収集癖ってね、まあ、買ったものがそのまま残るから、なんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつって誰でもできる、趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、あの集めたことに対して満足感を得てるんだとしたら、あんまり続けない方がいいと思います。まあでも、まあ、趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。集め、まあそうだな、まあそうか、趣味だもんな、わーわー言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや、好きな手が集めてくださいね。実家を抵当に入れてでも集めましょう。経済的には一人っ子が言うのですが、もう一人産みたいなと思ってしまいます。でも子供にも学費の心配をさせたくないのと、自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。日本の将来を考えると、やはり経済的な余裕を取るべきでしょうか。あ、どういうことだ。自分の将来じゃなくて日本の将来、ああ、日本の将来がまあこのまま不景気が続くから経済的な余裕を取るべきでしょうか。そんな景気に左右されるお仕事をされているのかちょっと分かんないですけど、単純にもう自分の中で答えが出てそうですね。自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。多分学費とか経済的なっていうよりも自分の余裕がっていうのは結構大事だと思うので、別に諦めてもしょうがないんじゃないかなと思います。日本の将来考えると、日本の将来が急に好景気になったとはいえ、全部の家庭が裕福になるわけじゃないので、あとは別に日本の将来が暗いなと思ってても経済的に余裕がある人も全然ざらにいるので、あんまそこが直接の理由にはなんないんじゃないかなと僕はこの文章から思います。恋人が異性と話をしたり仲良さそうにしていると、嫉妬のようなモヤモヤした気持ちになってしまいます。どうしたらこんな余計なことを考えなくて済むでしょうか。はあ、どうなんですかね。でもこの方は感覚的に恋人から愛されてるなっていうのは感じるんでしょうか。感じるんだったらまあ、ね、やきもち焼くのはしょうがないんじゃないですかね。それだけ自分の恋人だからね、やっぱすごい素敵なわけでしょ。もしかしたら他の人が狙ってるんだって不安になるぐらい素敵なんだったら、やっぱそれはやきもち焼かざるを得ないんじゃないですかね。余計なことを考えてるわけじゃないと思いますけどね。すごく素敵なパートナー見つけたんだから、そのパートナー逃がしたくないっていうのは普通の考えだと思いますね。でもどうだろう、例えばその人が過去に浮気とかしてたっていう経験があってだとしたら、それはまた違う話になってくるんだよね。余計なこととかじゃなくて、それはもう防御本能として感じてることだと思うので、ただやっぱ恋人側としては、その恋人側としてはちょっとしたことでやきもち焼かれるってすごくしんどかったりするので、あまりやきもち焼いてるってことは、まあ1回2回伝えた方がいいと思いますけど、やめてとかそういうことしないでとか言わない方がいいんじゃないですかね。やらざるを得ないことってあるんですよ。他者と会話ってしなきゃいけないので、で他者と仲良くした方がメリットが多いので、社会っていうのは感情とか恋愛とか性欲愛欲とか関係なく人とは仲良くした方がメリットが多いって感じてるから、恋人もいろんな人と仲良くしてるんですよ。なんでそこは割り切った方が、割り切る術を身につけた方がいいと思います。有名企業に入れば稼げますか。世界中の人が共通的に思う有名企業に入れば稼げると思います。ガーファであったり、なんだ、中国の方のありますよね、4つテンセントとか、そういうところに入れれば稼げるって言えると思います。ただそういうところの人は意外と稼げるっていう感覚なくて、すぐに転職しちゃったりキャリアアップを目指してるので、あんま稼げるかどうかっていうのは気にしないと思います、ね、ただ就職ランキングとかで人気の有名企業っていうジャンルではあんまり稼ぐのは難しいと思います。日本って所得税高いのですか。確定申告するために悩みます。まあ高いですよね、そら。いや、4割以上持ってかれるわけで。でも、その高く感じるぐらい所得があるんだったら、
それはもう海外移住考えた方がトータルで得だと思いますよ。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか。ちなみに40歳ですが内面は小学生の頃と変わりませんって書いてますね。多分もう手遅れなんでそのまま生きた方が楽しいと思います。だって今小学生なんですよ中身が。40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいのでそのまま過ごした方が多分いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです。ここから大人になる、大人にならなくても生きていける才能がなんならあるようなのでそのまま生きた方がいいと思いますけどね。通信制高校に通っている2年生です。学校では中学レベルの授業が多く基本自分でずっと映像授業や参考書問題集を活用して受験科目だけ勉強しています。ですが現代文の問題を解く際や小論文のための他の科目の授業を大事にしろと映像授業の先生がおっしゃっていました。そこでもう少し自分に教養が必要だと感じたのですが幅広く教養をつけていくためには他の科目の勉強もある程度しておいた方がいいのでしょうか。勉強だけで得られる教養っていうのは勉強した同士のなんかあるあるみたいなもんなんですよ。同じ勉強してきて同じ程度のなんかものを知ってるからそれを共有できる、それを勝手に教養って思ってることが多いです。多分今大学に行くのが今のところの一番大きな目標になってるんですよね。まあ、本当はもっと先の目標があるといいんですけど、まあ、それを作るっていうのは難しいのでとりあえず大学に、多分受験勉強してるところは大学に行きたいなと思います。それを今頑張ってやるのがいいと思いますよ。ご自分で結構ちゃんと勉強してるっぽいのでとりあえず勉強いっぱいしてください。もっとね広いいろんなジャンルのことに触れられたらいいんでしょうけど、まあ、通信制高校、まあ、家庭の事情とかいろいろあると思うので無理を言ってもしょうがないので、でも勉強できてるんだったら多分しかも興味がね外にいろいろ向いてるので他のこともちょっと身につけとこうかなみたいになってる。それでも大学入ってからでも全然できますから、まあ、若いうちにできてやるに越したことないんですけど大学入ってからでも大丈夫なのでとりあえず1個目の目標を解決するべく、受験勉強してみたらどうですか。その後でも大丈夫ですよ。カズレーザーさんの斬新なお答えにいつも驚きつつ感心させてもらっています。ありがとうございます。4月から転職するんですがいつも慣れるのに時間がかかりしばらく憂鬱だと思います。カズレーザーさんはそんなことありますか。あります。大抵のことは始めるまでは憂鬱です。でも始めたら慣れますよね。4月から転職するんですがいつも慣れるの時間かかりってことは結構転職は繰り返してるってことですよね。じゃあ大丈夫じゃないですか。前回の職場と今回の職場はそんな変わんないと思います。だから多分また転職するのかな。でも転職経験多いっていうのはねそれはそれで売りだと思います。まあでも転職繰り返して収入が下がってるとしたらちょっと問題あると思うんですけど、いい転職経験を繰り返してもいいと思いますけど、もしくは1000回でもいいね転職しまくってほしいです。1000回転職して最終的に収入いくらになるのかっていうのはあんまり経験してる人がいないので、その経験したらそれは超強い武器になりそうですよね。私はいわゆるシワシワネームで、古臭い名前ってことなんですかね。自分の名前が好きではありません。どうすれば自分の名前を好きになれるでしょうか。へえ、そんなに苦痛なんだったら改名したらいいと思いますよ。めんどくさいですけど不可能じゃないので、解明したっていう経験がすごい面白いのでキャッチです。結構解明したらいいと僕は思います。まあ、家族が何て言うか分かんないですけど、そんなに嫌なんだったら全然していいと思いますし、で合コンで自分の名前言うのが恥ずかしい、恥ずかしいような名前ってすごく食いつきがいいと思いますけどね。武器なんじゃないかなと思いますね。古臭いって思われる時点でイニシアチブ取れてるようなもんなんですよ。相手は必ずこう思うならこういう対処ができるみたいなのができるんで、一歩強い武器だと僕は思いますけどね。自分はいつも何かを選択するときに全くやらないの0か完璧にこなす100の2択でしか行動できません。程よく手を抜いて物事をこなすにはどうすればよいでしょうか。はー、この方がどういう方なのかやっぱ知らないんでこの文面ですか想像することはできないんですけど、サブの理由として0、100でしか2択でしか行動できないとか、やるときはやるとかいろんな理由を作ってることが、まあ、多いです。そういうケースの方が多いです。多分手を抜く術は人間誰でも持ってるので、むしろ50の仕事なんか誰も求めてないし、そういう生クラな仕事が一番困るので100出す機会を増やした方がいいと思います。
本当に完璧にこなす100を出せるんだな、それは才能なので、いっぱいその才能を生かしてください。いろんなことに対して100で挑んだ方がいいと思います。やらない理由としての、ね、0、100をみんな持ってきがちなので、特にまあちょっとでも興味あることは100やった方がいいと思いますね。仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと？あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる、能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて、本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとか今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。留年についての価値観が聞きたいです。将来をどれぐらい考えてるかなんですけど、いい会社入って定年まで、まあまあもちろん会社は変わったり転職はしたりすると思うんですけど、社会人のイメージが会社勤めの人、会社人だとしたら留年はあんましない方がいいと思います。日本の昔からの社会制度とか会社の仕組みですよ、その年功序列制度で考えると、年収っていうのは基本的には上に上がっていくようなグラフを書くじゃないですか。で、一番高くなった時に退職するんですよ。ここが留年することで1年入社が遅れると、ちょっと前で退職するんですよね。一番高い地点がどんどん前に来ちゃうんで、早めに会社に入った方がいいです。これはもう昔からの日本の会社の価値観ですけどね。ただ今おいくつなんだろうな、ちゃんと転職とかいっぱいできる社会になるかもしれないし、そういう働き方目指した方がいいと思うんで、そんなに留年気にしなくてもいいと思いますね。ここのは我々が就職するときにみんな考えてた意見なんで、もうだいぶ古い考え方だと思います。留年気にしなくていいんじゃないですかね。無駄な留年はしない方がいいですよ、お金かかるから。遊んでて留年するやつはもう大学辞めた方がいいですからね。そういうんじゃないなら留年は別にしても気にしなくていいと思います。ただその試験に落ちちゃったとか、そういう留年はやっぱ勉強が足りてないんで、それは避けた方がいいと思いますね。今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われどうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか。ほえー、まあずっとやられたら、毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、こいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれ辞めるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです、面白い人って。なのでどうせ辞めるんだから、こいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった、一人前になったら、まあ儲け者ぐらいなんで。ふざけたやつって年取れば取るほど周りにいなくなるので、やっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分こいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。分かんないです、この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね、共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいると、いやこんなに潤滑油になることはないので、イエイとか言うやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらね、その会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、しばらく泳がして、はい、
ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。社会人4年目です。高校1年生を最後に好きな人ができません。ですが恋人は欲しいです。そういうこと言うな。職場の人や同級生に誘われて何回か遊びに行ったりはしていますが、どうしても相手を男性として好きになりません。一緒にいて楽しいのですが、手をつないだりそれ以上に関係になるのを想像できないため全てを断りしています。どうしたら人を好きになるのでしょうか、なれるのでしょうか。いや、好きになってないだったら別にいいじゃないですか。でも恋人欲しいんだ。どういうこと？都合のいい関係の人が欲しいってことなんですかね。それともなんか一緒にいて安心するような人が、友人の延長線上みたいな人がいいのか。まあ、肉体関係はとりあえずしてあげるから、それとも楽しい人になるみたいな、互いに都合のいい関係を見つけるのがいいんじゃないですかね。何もこっちから提供せずに恋人になれっていうのは難しいと思います。仕事の分野の勉強をしなければならないとは思いつつ、全く勉強する気になりません。もう終わってるじゃないかよ。そこで結論が出たじゃない。現在は一緒に仕事をする上司が全責任を持っているので、自分が知識不足でも職場は回りますが、いずれ自分が責任者として動かなければならない時が来るため、勉強が必須なことは頭の中には入っています。勉強が身に入るようにするためにはどうしたらいいでしょうか。じゃあ勉強したくないんだったら勉強しないでいいじゃないですか。ただまあ先細りやなっていうけど、いや、こっから今から勉強してしんどい思いするんだったら、合計としては幸せかなって思えるんだったら勉強しなくてもいいんじゃないでしょうか。必要でやってる分にはまあ少なからず身についてきますからね。母親の言動に嫌悪感しかなく一緒にいて不快ですって。感情的で物事を自分の尺度でしか見れず、偏見に満ちている意見を押し付けてきます。母親だから育ててくれたことや経済的に面倒を見てくれたことに対して感謝の気持ちはありますが、人として関わりたくありません。親に対してこの感情をどうすればいいですか。お母さんに対して育ててくれてありがとう、経済的に、面倒を見てくれてありがとうって伝えて、でも耐えられないので家を出ますって家を出てください。血がつながってるからといって、まあ日本の法律はね、親子の縁は切れないんですけど、でも形上距離を取るってことは結構いいと思います。朝早起きするためにはどうすればいいですか。私は朝がとても苦手で、朝に勉強しようと思っても結局寝てしまいます。どうすれば早起きができるのか、また早起きするためにやっておいた方がいいことなどありましたら教えていただきたいです。これは勉強しようと思ってるってことが大事なんですよね。なんで夜勉強したらいいんじゃないですかね。日中でもいいんですけど、朝無理やり時間作んなくてもいいと思います。なんか朝時間作るとなんか一日がうまく転がるっていうなんか流行りがありますけど、別にどの時間に何やってもそんな変わんないです。やってるっていうことの方が重要なんで、もちろん効率的な時間っていうのはあるんですけど、空いてる時間に日中やったらいいと思います。夜更かしが苦じゃないんだったら夜やってもいいと思います。朝無理して起きるっていうのは、もちろんそれが苦にならないサイクルに入ったらいいんですけど、それまでは苦なので、そんなことよりもなんか楽に時間作る方法を考えた方がいいと思います。養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など、何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか。はあ、そうですね、容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、例えば電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人で、すげえ頭が良くて、すげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好で、すごいルックスが悪くて、すごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうが、あなたの、ね、個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で、別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのはなんかすごいおごり高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。
自営業です。身の回りに日本は出る杭は打たれる国だと憤る個人事業主の方やベンチャー企業の方は何人かいるのですが、事業を行う土地としての日本についてどう思われますか。個人的にはこうして怒っている方々って打たれるような出方しているタイプの杭に思えるので、変にビッグマウスを吹き散らかさずにもっと息を潜めて虎視眈々とやればいいと思います。個人事業主ででも出る杭は打たれるって言われるぐらいだから、結局税金の関係じゃないですかね。それ以外別にこの方たちも日本に生まれて日本語を使ってる以上は日本の方がやりやすいことは多いと思います。本当に海外にとってはすぐ海外行ってるし、海外で勝負できないだけの人なんじゃないかなと思いますね。日本は競争がそんな激しくないからやりやすいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ税金とかの話なのかな、売り上げとか。それ以外はあんまどこでやっても変わんねえんじゃねえかなと思いますね。高校を中退して大学受験のモチベーションの上げ方が分かりません。もう中退したってことはもう覚悟あったんだから、モチベーションなくてもとりあえずやった方がいいと思いますよ。今とりあえず画面閉じて参考書目の前にあると思うんで、それを解いてください。どんなことでも大抵あなたが天才じゃなかったら1時間同じ作業を続けるとモチベーションって勝手に上がってくるので、それを習慣づけるのがいいと思います。そうすると眠くなくなったり飽きたりしなくなるので、それがいいと思いますね。今モチベーション低い状態で結果出す方法を考えた方がモチベーションを上げるハウトゥーをなんか勉強するより楽だと思いますね。モチベーションが上がったところで勉強効率が2倍3倍になるわけじゃないと僕は思うので、いろんなこと調べてももちろんモチベーションが高いに越したことないんですけど、モチベーションがマックスの状態を維持する労力っていうのがまず難しいと思うんですよね。まあ瞑想とかいろんな方法あるとは思うんですけど、それを身につける時間が受験勉強、受験っていうゴールがあるなら、人生全体で考えたらモチベーションを自分で操作できる方法を身につけるメリットは大きいんですけど、受験っていうその先、その手前にゴールがある以上は、モチベーション低い状態でも効率のいい勉強なりなんなりをした方がいいんじゃないかな。モチベーションでちょっとあんまエビデンスが2倍、その勉強成果が2倍になったみたいな話っていうのはちょっと僕が知ってる限りあんま聞いたことないんで、もしかしたらあるかもしれませんけど、そしたらその方法を実践してください。中3受験生です。面白歴史暗記法みたいなのがあったらお願いします。わあすごいね。今もたまに動画上げてる、昔学校へ行こうとかに出てた高慶応さんっていう、ラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらと言う人がいるんですけど、下手だなと思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで、そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんですよ。変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごすぎると入ってこないんですよ。技巧の方に目がいっちゃうんで、下手くそなやつを探すのがいいと思います。まあ、高慶応さん最近すげえうまいんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃の方がやっぱり、ね、面白かったですね。嫌なことがあったり誰かから嫌なことを言われたりした時、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか。いや記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね、電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ、確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな。そういう治療法もねありますもんね。忘れるっていうのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。来年から高校教員になります。へー。私は勉強はもちろんですが、生徒が自分で考えて生きていけるような考える力を養えるような教育をしたいと思っています。理想的な教員像について教えていただきたいです。はー、なるほど。今の学校教育でどんな科目がちょっとあるか細かいの分かんないんですけど、暗記科目なんかどうでもいいから数学勉強しなさいって言ってくれる人が僕はいいなと思いますね。別に数学にこだわんなくてもいいんですけど、普遍性のある学問、そして頭を使う学問って結構教科の中でも限られるので、まあ実用性が高い学問っていう意味では、その情報処理プログラミングとかもすごいいいなと思います。でもやっぱ数学が一番いいんじゃないかな。数学の勉強苦じゃなくなると、やっぱ考えるってことを苦じゃなくなると思うので、あとは将来の税金のこととか教えてくれる先生がやっぱ一番いいなと思いますね。物事に対してモヤモヤして引きずってしまう性格なのですが、どのようにすれば引きずられずに流せられるようになれますか。はい、なんかなるほど。嫌なことがあってもそれを
スルーしたいってことなんですかね。まあ、もう個人的なやり方ですけど、100回ぐらいやるとどんなことでもある程度苦じゃなくなるんですよ、まあ、僕はですけどね。なんで怒られたりとか説教されたりとか嫌なことあった時に、なんか言ってらって心の中で唱えるようにすると、本当に人の意見って気にならなくなりますね。一回やってみるといいと思いますね。ただそれが自分の成長を止めるっていうリスクもあるので、世の中のね、その説教とかアドバイスって9割方どうでもいいことなんですけど、2割ぐらい本物も含まれてて、それがねその場ではなかなか判断できないので、人の言葉をその場で選択するっていうのはなかなか難しいので、あんまりスルースキルは高めない方が俺はいいとは思うんですけど、引きずってるってことはまあ思うところがある、ちゃんと後悔してることだったりすると思うんで、一個一個解決した方がいいんじゃないですかね。そんな流さなくても、はい、解決できないことを流すということは問題の本質から目を背けてるだけなので、一回解決した方がいいと思いますね。どういうモヤモヤなんですかね。恋愛とかのことだったら忘れていいと思いますけど、なんだろう、失敗とかなのかな、この文面だけだと、難しいんですけど、あんまりその辺にあるスルースキルを高める方法みたいのは取り入れない方がいいと思います。スルーするっていうのはそれなりにリスクがあるので。10年以上ダンサーしてますが、ダンスの世界は他の世界に比べてお金がないです。報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってます。ああ、なるほど。どうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますか。お金が流れなくて成立しちゃってるんで、多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思います。こういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあって、こういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけど、もうダンピングが成立する社会になっちゃってると、誰かが動こうって言ってる間に抜け駆けして誰かがね飛びついちゃうっていうことなんですよね。変わんないんじゃないかなって思いますね。そういう業種はもう至るところにあります。この方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって、自分の稼いだお金をトリプルダウンして下に流す以外の方法は多分ないんですよね。スーパースターが現れてもう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよね。アニメーターの世界とかも多分似たところがあって、みんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃってて、で結局お金持ってる中国商に買い叩かれちゃうみたいな、そういうのはいろんなところにあります。だからこの方がダンサーとして成功するしかないです。自分がちょっと成功できないなって思うとしたら、その報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います。全員でね行動を共にして変えるってのが一番いいんですけど、多分難しいんだろうな。身も蓋もない言い方なんですけど、大金持ちを味方につけるしかないですね。強いパトロンがいるかどうかだと思います。か別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかな。こういう業界はいっぱいありますよね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあこういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですよね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいですよ。その人友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。親が就職試験を応援してくれる裏側に家計費を入れるためだとか、自分の子供が正社員じゃないのが恥ずかしいっていう意図があったとき、それでも親の言葉をありがたく思わないといけないのでしょうか。はあ、ありがたく思う思わないは別にどっちでもいいと思いますけど、それによって就職できたなら儲けもんなんじゃないですかね。
で家計費入れたくないんだったら親から離れて別のところで暮らしたらいいと思います。浪人しちゃってる、今今年浪人してしまったのですが、モチベーションが上がる一言をください。浪人したからにはやっぱり去年よりね、いい大学に行きたいっていうことだと思うし、まあ志望校があるから浪人っていうのを選んだと思うんですよね。なのでモチベーションっていう言葉に頼らずに今すぐ勉強してください。もったいないですよ。予備校に通ってる JK です。 JK 女子高生ってことですよね。花目純じゃないですよね。15歳ぐらい年上の塾講師がかっこよく見えて仕方がないです。どうしてなんでしょう。本当に好きになりそうで困ってます。あ、好きになったらいいんじゃないですか。どんどん恋はした方がいいと思いますよ。恋いっぱいしとかないと、あの一個一個の恋にすごい価値があるものだと思っちゃうんですよね。この塾講師の方見たことないんで分かんないですけど、多分あのどこにでもいる人です。でどこにでもいる人を好きになるんですよ、人間は。でどこにでもいる人だったって気づいて恋は冷めるもんなんで、あの気づくまでの過程がやっぱ恋ってすごいワクワクして楽しいので、いっぱい恋はした方がいいです。そうじゃないとあのどこにでもいるってことを認められないままあの人生過ごしちゃうっていうすごい損なことをしちゃうので、やっぱそれをねいっぱい経験しておかないと、誰かを好きになってることでもう自分のねキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。恋愛だけに夢中になっちゃうんですよ。恋愛ってあのすげえ簡単なことなんで、そんなにあの人生のキャパ取られるようなものじゃないんで、あまた好きになったなぐらいで過ごせるようになるまであのいっぱい経験して慣れておいてください。ただ予備校はあのお金払って通ってるんで、授業に集中した方がいいと思いますね。因縁の相手がいます。その人にはしたたかな部分があり、自分を過信していて一人称が姫です。人間として比べてはいませんが、悔しいほどに大嫌いです。今はこういう人もいると思ってますが、考えなくするにはどうするべきですか。いや面白い人なので、その人のことは逐一報告してください。あの本当に面白いです、この人。その人のことは全部あのメモって、あのなんかちょっとでも絵描ける、漫画志望のねツイッター上にいる絵描きの人とかに絵つけてもらって、ちょっと漫画とかにしてみたらどうですかね。すごく面白いです、その人。その人がどうなるか結構もう今僕は興味あります。結構な人が興味を持ってくると思います。その一人称姫の人物が成功するのか、あのむちゃくちゃ人に嫌われてのたれ死んでいくのか、どっちに転んでも面白いので、その人の情報を監視だけは続けてください。多分何らかの財産になる気がします。はい、嫌いだろうなその人のこと。俺も読んでるだけでめっちゃ嫌いだなって思うんで、みんなが嫌いになる人っていうのはもう、はい、価値がある人物なので、みんなで監視しましょう。天才が認められたら本当の天才ではないということですか。急になんか変な疑問から入ってきたな。一般人が天才を認めるってことは一般のセンスが天才に追いついてしまったってことだと思うのですが、そしたら一般の中の優れた人になってしまうんでしょうか。なんだろう、ウルフ賞とかノーベル賞とかすごく科学的に優れた業績を出す人って一般の人でも全然わかんないじゃないですか。何やってんだろうって追いつけないと思うんですけど、そういう天才も全然いると思います。ただ大谷翔平さんみたいにスポーツとかもうすごくわかりやすく何が優れてるかっていうのがわかるタイプの天才もいると思います。天才にもいろんな天才がいるってことじゃないですかね。